早速ですが、皆さんにマルタに関する、質問をしたいと思います。マルタのバレッタにある階段は、見ていただければ分かる通り一段一段がとても広くなっているのですが、それは一体何のためか皆さんご存知でしょうか？正解はこの動画の最後にご説明したいと思います。皆さんぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。こんにちは、マルタスタディ池松です。本日はマルタ留学、マルタ旅行をする皆さんにマルタ島で撮影できる写真映えスポットをご紹介いたします。国自体はとても小さいマルタですが、ヨーロッパということもあり日本とは全く違った雰囲気なので、いろんな素敵な写真を撮りたくなるかと思います。そんな皆さんのために今回はバレッタの写真映えスポットをご紹介いたします。それでは参りましょう。まずはじめのスポットはこちら、カラフルな布でデコレーションされたサンタルチアンストリートの一角。息を呑むほど綺麗というわけではないんですが、色とりどりで、また同じ通りにあるショップとの色合いも相まって写真映えは抜群です。突如飾られたものでいつなくなってしまうかわからないので、今マルタにいる方、マルタ渡航を直前に控えている方はぜひ行ってみてください。サンデイスコットランドというスイーツショップがある一角なので、地図で調べるときはお店の名前で調べるといいかもしれません。続いてはこちら、マルタのモチーフでもあるこのカラフルな木造バルコニーは、17世紀後半にヨーロッパ大陸から影響を受けてバレッタを中心に流行りだしました。マルタの行く先々でいろんな色のバルコニーを見かけることができるかと思いますが、ここは建物すべてのドア、バルコニーが赤で統一されているため、他とは違ってまた素敵な写真映えスポットです。バレッタ中心から長い階段を下っていったブリッジバーの近くにあります。続いてはこちらです。メインストリートは比較的平坦な道が続きますが、バレッタは基本階段が多い街です。ここも同じく長い階段がありますが、ホテルの看板などの雰囲気がまるで映画のセットの中にいるようで、特に若い方に人気の写真スポット。階段のふもとから上を見上げるように撮るのがここでの写真映えする撮り方ですが、上まで上がるとたまーに植木で休んでいる猫と遭遇することもできるので、ここに来たらぜひ確認してみてください。ちなみにこの一角にはイージースクールという語学学校もあります。続いてのスポットはこちら、アッパーバラッカガーデンは以前のビデオのラストでもお見せいたしましたが、やっぱり留学中一度は訪れた方がいいマルタでも有名なスポットです。
多くの観光客の方は天気のいい日に訪れることが多いんですが、我々のおすすめは断然夕暮れ時と夜。夕暮れ時は太陽がスリーシティーズを照らし、夜は真っ暗な海の向こうにスリーシティーズがライトアップされている様子が見れて、どちらもとってもロマンティックなので、行ったことがないという方はぜひ行ってみて写真を撮ってみてください。今回はほんの一部でしたが、マルタ・バレッタの中にある写真映えするスポットをご紹介できたかと思います。私もこんな全然写真映えしない格好だったかと思いますが、写真をご覧いただければ分かる通り、普通の携帯のカメラでも素敵な写真が撮れること理解していただけたかと思います。さて、ここで動画冒頭で皆様に質問いたしました、バレッタの階段一段一段が広い謎についてお答えさせていただきたいと思います。この質問にお答えするのは弊社マルタスタディ代表のクリスです。それではクリス、お呼びいたしましょう。どうぞ。Hi everyone. So, this question is very interesting, and actually I had to do a school project about it, so I know very well about it. Okay. So basicallyValletta was built in the 16th century, exactly in the 1565, right? During that time, it was a time of war in Europe and the Mediterranean. So the reason the stairs are very shallow is to allow the knights of Malta to go down the stairs and go up the stairs with their heavy armor. Okay? And I will show you.How it's easy? How it's done. Yes. Okay. I do not have an armor and a sword, but I brought something. You brought some heavy stuff, right? So this, backpack. This is going to be my armor. And this will be my sword. Okay. So, it's not quite similar, but...全然わかんない、それじゃ。But actual size is more bigger and more heavier, right? It's something like this. リュックと棒だとあまりにも普通すぎて、あまり広い理由が伝わらないかと思いますが、当時使われてた、器具だったりとかつけてたものはもっともっと重かったり、もっともっとヘビーで幅が広いものなので、そういった人たちに向けて、こういった一段一段が広くって、一段一段がとっても浅い、急ではないように作られていたそうです。皆さんマルタ留学する際、マルタ旅行する際、そういったこと、そういった豆知識も入れていただくと、マルタ旅行、バレッタを散策するのにまた、一味違った楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。それでは今回はここまでとなります。今回の動画いいなと思った方は、高評価、それからコメント、それから、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ごやめてください。それではまた失礼いたします。バイバーイ。Yeah.